バナナシュートはこの男から始まった。ガリンシャ66年に見せたフリーキックは衝撃を与えた。78年ネリーニ、彼のシュートは二度曲がるとまで言われた。木村和司、伝説のフリーキック。ストイコビッチ、90年に見せた芸術。94年 J リーグ、スナイパーエドゥの左足。ロベルト・カルロスの奇跡。イングランドの貴公子ベッカムが放つアーチのきらめき。日本が誇るレフト名波浩、そして中村俊輔は進化する。世界最高のフリーキッカーミハイロビッチ。スピード、コースともにパーフェクト。狙われたが最後なすすべはない。